あなたの役割は、女性が多いって言っても結婚されてる方もいるしね。若い女の子がいっぱいいますよ。夜になりました。そもそも、そのままお待ちください。彼氏とかいるだろうって、大体思っちゃうんで、あとは恋愛対象ではもちろん見てないんで、男性、女性とか別に、不快感がなければいいですよね。男性でも女性でもね。荒らしてないとか、普通にゲームしてくれる人であればもうそれでいいと思ってるって感じですよね。緊急のメンテナンスでも入って、それとも定期的なメンテナンス、そのままお待ちください。明日水曜日、定期なメンテナンス、水曜日だったか木曜日にメンテナンスやるんで、あれ金曜日にメンテナンス、朝が来ました。初日の襲撃はありません。1番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。メラルト陣営です。進行論を唱えたいと思います。と役職者は役職者であるという、まあ、それを司さないことをですね、名前を変えないで信用度を高めていくしかないんじゃない、ね、どういうこと、まあ、占い師は占い師で、まあ、1週目内、2週目内出てくると思うんですけれども、出方精査というよりかは、もう、なんか、偽要素、黒要素っていうのを拾って、精査を、試合できてよかったね。されると思うんです。そういう視点でね、見られてるっていうふうに思ってください。で、その役職に関してはもう一回言うけど、で、なんだろう、その、いるよって、役職なんだよって、僕私役職なんだよってこう、そういうのをみんなで和気あいあいとね。2番さんが発言します。おはようございます。1番さん白持ってます、占い師でしたといったところで、占い師としてもし対抗が出てくるのであれば、対抗の黒要素を探すというよりは、他の村人のところのどこが黒いかなっていったところを拾っていきたいと思っております。なので、3番さんからは、まあ、1番と2番例えばここ癒着あるかなとか、そういったところとかもしっかりと発言して、思ったことを素直に言ってほしいです。あとその言い間違いだったり、その把握漏れだったりっていったところが、それでなんか村が黒くなっちゃうのがもったいないと思ってるので、しっかりと発言をしてほしいと思ってます。自分も頑張りますので、じゃあお願いします。3番さんが発言します。はい、1番さんがどういう人物かは分かんないんですけれども、まあ、せっかく1番さんが言ってくれて進行ですから、まあその役職者は役職をすかなさないっていう進行でやっていけばいいとは思うんですけど、ちょっと質問なんですけど、1周目はすかさないって話ですけどね、なんか僕の感覚だと、その役職者が透けたことによってそこに白をかぶせられてみたいな、なんかそういう思考なのかなと思ってて、なんか霊能新旧局って2週目からは出てもいいのかなって僕は思ってたりもするんですよ。なんで、そこだけのちょっと確認はしたいなと思うんですけど、とりあえず1週目は1番さんのその進行でやっていけばいいなと思ってます。で、1人に関しては別に癒着とかそんななんか黒い発言とか怪しい要素とかっていうのは落ちてないので、まあ、2週目かなと思ってます。以上で、4番さんが発言します。そうですね、まあ2番は基本的に偽師しようかなって思ったんですよ。まあ一番がおかしかったなって思ったんで、なんか一番釣ろうかなって考えたところに2番が1白なんですよ。で、しかもですよ、9人いるんですよ。で、2番さんが1に白だし、右に白だし、
これ別にランダムだったら仕方ないですよ。けど僕は1番さんが黒いと思って2番さんが色を白に囲ったんじゃないかなって思っちゃってますね。なんか1番さんってなんかずっと歯切り悪かったんですよ。役はみんなで分け当たっていきましょうって意味わかんないんですよ。そこに白打ち、だから2番さん基本偽しようかなって思ってますね。5番さんが発言します。4番さんに関しては2番さんを偽しするのが早いっすね。はい、まあ、それって、まあ、ほぼ白先引っ張りだから、まあ別に1位の癒着別にそんな見えないし、俺は1周目、2番が強靭で1番に、まあ1番が黒っぽいと思ったからかぶせたとも、まあ1周目段階では別に思わなかったかな。うん、で、まあそうだね、3番さんとかは、その1番さんのことを頑張って汲み取ってる人物で、4番とかは、まあ1番に対して、じゃあこれ意味わかんないよねっていう、その、まあ1番さん言ってる内容自体は別にちょっと意味わかんないって思う人の方が多分多いと思うんですけど、まあ3番とかの方が、まあ汲み取ってるって考えると、もう俺は若干3番の方、3、4だったら3番の方が印象よくて、これ4番って、でまあ、結構、まあ、1周目からその黒い。6番さんが発言します。でも私、1番はあるんじゃないって思うけどね。まあ、ただ、1番が明らかんとして楽しみたいって発言で、3番はどっちかというと1番にそれを言いたかったのって確認作業しているから、汲み取ってるっていうよりはそういう思考で言ってんのかな、じゃない？占い師は透かしちゃダメよ。占い師は透かした時って結局そこに白が出ることって絶対ありえないから、そんなことやった場合って白打ちの狙いにはならないよねっていうことはわかる。で、役まで透かすなっていう話なんだけど、役透かした時に、例えば狂人が白を打ったりとか、狼がそこを白をしてっていう風にやった時って、あまり視点がつまらないよねっていうことなら理解はするんだけど。だから、2が1番に白結果が変に感じる、4番が2、1あるんじゃないか、別におかしい視点じゃないと思うし、5番の4、2 の、 直近殴りと1と3で2、1がないって指定しながら3評価の視点が変かなって思ってる。あまりにも直近殴りしすぎじゃない？7番さんが発言します。はい、その6、5番か4番に対してその直近で触れて 2、1があるんじゃないのかって6番も言ってたけど、俺目線2番がその1番に対して癒着があるのかどうかも精査入れてくださいって、それって占い師だったら絶対言わないと思うんだよね。俺は9の白出てるけど、別に9番がワンチャン2の黒、2が狼で、9番がまだ発言ないけど、9番が強靭っていう可能性もあるから、癒着かどうかっていうのは、正直言ってまだこの段階では分かんないと思うんだよね。だから別に4番の目線はいいと思うんだけど、明らかに2、4っていうライン切りっていうのも、ちょっとまあ、視野に入れ、可能性の話だけど、入れつつ、考察しておこうかなと思うんだけど、1番ってその、4番の言う通り歯切れが悪いし、尻滅裂なこと言ってるから、まあ、2周目の位置どういう風に発言するのかなって感じですね。8番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。レイノシでした。そうね、なんか4番さんに思ったのは、なんか、1、2に見えるっていう話で、もしね、2が偽の可能性もあるけれども、2が死んで1が凶っていう可能性もあるから、そこがちょっと抜けてるなっていうのが気になりましたね。で、6番さんもまあ、5番さんに対して、まあ、4は別におかしくないんじゃないっていう話あったけど、まあ、それがあるかなって私は思ったよ、4番さんに対してね。はい。まあ、この位置なので、乱して、できればなと思うんですけど、まあ、記事はさっさと出てほしいかなって思ってますね。そんな感じかな。特に、
うん、3番は気にならなかった。1番はあれなんじゃない？鈍進行派だったんじゃないのかなと思うけど。あなたの発言です。はい。あの、確かに一応なんか話が合ってたような気はしたけど、何を言ってたんだろうかよくわからなかったんで、みんなの話を一応聞きながら間接的に聞いてたんですけど、よくわからなかったですよって。はい。4番の人はちょっと5と6とかで評価割れてるけど、一応一つ、あれ3番が1番の進行論に乗っかりましょうみたいなのが言ってたけど、その辺は気にはならなかったのかな。1番怪しんでたら、その3番の、1番の進行論が何なのかわからないんだけど、その進行論に関しては別に4番の中では、あの、気にはならなかったのかな。うん、だからそこはスルーなのかね。1の進行論がおかしかったら、3番のその進行論乗っかりましょうもおかしい話だから。そこは気にはならなくてスルーでいいのかな。うん。じゃなくて、一番のなんかこう、話してる時の印象とか、何言ってるかわからないってところは、怪しく感じたのかね。僕は、2周目聞いた方がいいのかなと思ってる。だって何言ってるかわからないから、精査しづらいなっていう印象でさ、今、はい。1番さんが発言します。はい、お願いします。2週目になりました。占い師と霊能者が対抗盤面ですよと。うん。霊能は。意思持ってんでしょ？うん。焦って出なくちゃいいって、もう。めんどくせえことになっちゃう。どっちも、疑ってるわけじゃない。古い感じがないな、霊能。どっちとも。なので、ちょっと。これ。一番釣りましょうね。お話性能精査はいらないかなと思ってます。一番釣るぜっていうことこれ。なんだっけ。何言ってる基本的に僕を黒いって言った人が、騎士だったんだけど、なんでだろうって。片白そこに白で囲いにいた21なんじゃないかっていう発言を、落としてるんですけど、うん、僕、村人じゃないですか。役職が、その役職であるってことが分からないようにするっていうのは、1周目、2周目とかじゃなくて、うん、分からなきゃいいんですよ。ずっと役職さえはそれで残れるわけですから。占いとか出たり、占い結果とかでね、うん、出たりするわけですよ。白なり黒なりが。大なり小なりがね。そうなったときに、盤面精査っていうのができるので、一周目盤面精査してほしい。出方とかね、そんなの精査したくなかったけれど、僕は、こうなってしまった以上、もう、こうなってしまったら、6番、釣りギルか、鬼滅かしかないでしょ。まあ、2、2番目だから、4番がしょうがないじゃん。1番釣りって言ってもしょうがないじゃん。6、8行くしかねえじゃん。2番3が発言します。大丈夫かな？一番さん酔っ払ってるのかなってちょっと思ったんだけど、まあ、4番さんから、その、なんだろう、1を囲ったんじゃないかっていう話が出たんだけど、例えば、うん、1番さんがまあ、おかしな話をしてると4番さん目線ね。まあ、1の1周目は俺触れなかったけど、まあ、役職者はって、そういう話をしてた。そこが自分的におかしいと思ってたら、まず打たないよねっていう。城先から、引っ張られる可能性がある人物を撃つ、うん、わざわざ撃つっていうところはおかしいじゃないのっていう、そっちの目線も持ってほしいかなって思った。まあ、騎士だからね、ちょっと温度取ってほしいんだけど、この場合って、占いか霊能かどっちかから釣るっていう形になるのかな。霊能はでも生きてた方がいいのかな？あれ、占いの方が生きてた方がいいか。ん？どうなるんだ。もし、19白が出てるわけだから、35からどっちかから行く？うん。まあ、霊能だった場合、ちょっと2周目聞かないと、本当にちょっと、まさか6番さんが霊能って、と思って話も聞いてなかったしって言ったところもあるし、で産後に関して1週目で、
うん、3番さんが1番さん。ああ、ごめんなさい。3番さんが発言します。2番さんに言っとくと、これ、霊能が2枚、占いが2枚っていう状況なので、もし3号から縄をかけるときっていうのは、新郎新郎がないっていうふうに、まあ、言えば6と8の狼が出てて、2番の対抗に狼も出ているよっていう状況がない限りは、3号からいけるっていう判断ができるんですけど、基本的にそれはできないと思うので、そういう要素を持ちてないので、基本の安定進行ってよく言うのは、6と8どっちかの差からつけて、釣り切るっていうのが安定進行かなと思ってます。で、現状、僕、その8番から行きたいかなと思ってる理由があって、4番って2、1、2、まあ、癒着が、まあ、ある目線だったんだよね。で、そうなった時って、3番って癒着ないよっていう目線と、2、1、黒い落ちてないよっていう目線の3番に対して、4番が向けてなかったのね、全く目を。そこをかばう6番。4番目線、2、1も見えたんじゃないっていうのと、5番さんに殴りすぎなんじゃないっていう視点が、結構6番、俯瞰視点の霊能に見えてて、結構深っぽく見えました、僕は。なので、現状、まあ、2周目も聞くけど、まあ、釣り切るんだけど、8からこうかなって思ってますね。はい。で、怪しいところで言ったら9番さんで、9番さんって3番が乗っかりがどうこうとか言ってたんだけど、そもそも4番さんっていうのは、1番さんのその歯切れの悪さで1番さんがちょっと偽あの臭く感じてる人物であって、進行路のどうこうの話は4番さんしてないと思うんだよね。で、なんか3番になんか乗っかりで、それが正しかったらどうとか言ってる9番って話聞いてと思ってるんで、現状9番らしく思ってる。4番さんが発言します。いやー、一番黒いのは5番だよね。だって俺って最初に言ったのってどういうことがわかる？ 2 番を基本に接していきたいと思います。1番が黒いからでしょ？白崎引っ張りでそれやるんじゃないか。4番は2番を偽で決め打つのは早いんじゃないか。めちゃめちゃ誇張してるんよ、5番の自身で俺の話っていうのはね。これは5番黒いですね。もうなんなら5番つっちゃってもいいんじゃないかと思ったぐらいですよ、俺。もう。思うぐらい黒かったんですけど、まあ、5番が村のことをちゃんとケアした上で、まあ、今日は8、6の案にしようかなと思ってますね。まあ、6番で引っかかるのなんて、もう1個っすよね。出るタイミングですよね。ちょっと遅かった気がするんですよ。で、8番に関しては、なんか1番はドン進行したかった人なのかなとか言ってるんですけど、なんかその1番の話聞いてんだったら、じゃあ自分も2周目出ればいいのに、1周目で盤面作りに来た人外なのかなって。8番さんにも思っちゃいましたよね、正直。まあそうですね。だから今日は86のランで、わしの方に入れたらいいなと思います。はい。占いに関しては、まあ2は若干劣っちゃうけど、ねって感じですね。まだわかんないよぐらいですね。まあ86でいいんじゃないかなって思ってます。5番さんが発言します。まあ、2、2番面に関しては、まあ、結構内訳が大事だと思ってて、まあ1番さんの、まあ、進行論、まあ俺3番みたいに1周目だけ潜伏、役所主家が潜伏して2周目に出るパターンかなと思ってたら、1番って、まあ、ずっと潜伏しようね進行だから、まあ、まず1番の強靭はあんまないかなって思ってるから、だから1番は村か人狼、って感じ。お礼してはね、一番の発言から。まあでも、まあ68に関してはそうだな、あれ、まあどっちもなんか6番に関しては俺別に12にめちゃくちゃ1周目から見えるわけでもないし、4番が2番を2接するのが早いなと思ったから、それに対して突っ込んだので、6番っていや、2、1全然見えるよって、まあ俺に対して叩いてきたから、そこに関しては、まあ俺別に2、1がないとは言ってないから、まあ、そこに対しては捏造かなと思ったけど、まあ、8番も8番で、だいぶなんか、8から4に行ってることって、まあ全然だいぶ通ってなくて、
いや、二神一鏡とかいう視点もなんか、八番が神の霊能だったらなんか若干頼りないなって感じで。で、一番気になったのは3番で、3番って2周目1で、なんかずっと2番のことをなんか、2番になんかめちゃくちゃ伝えてるんですよ。こうしたら泳ぐがいいんじゃないですかって。で、最終的には9番を怪しんでる人物なんだけど、あ、ちょっと時間足りないな。6番さんが発言します。あ、私捏造してないですよ。5番さん、4番が2、1見る時点で2、1ってなさそうって5番言ってるから、4番の思考の中で2番は占いが出たらその派生区でしか物事を考える対抗だ、対抗の黒要素を僕は上げていくって話するから、グレーの精査してよって思ったから、割と2番偽草って思ってたんよね。で、8番の発言は狼を追わしてる可能性はあるよ、だから3番が進路を追ってんじゃないのって思うよね。2番1番で1番はドン進行したかったんじゃないのって話だけど、1番の発言でドン進行したい発言なんて一切なかったと思うのね。だからそれに関して1番が2番だけの発言に3、6、8に興味がなさそう、2番に関しての6、8の興味のなさそうの視点は、2番はあまり色は見えてないと思ってるから、2番が狼出てるのは2番1番かなと思ってて、で3番が9番殴った時って、あの3番がすごく黒く見えるよね、9番の視点の中で。だから5番が9番の7球って言ってるのが変だよねって言った時に、9番の心象を上げてるの5番よ。すべての心象を上げてる行動って5番なんよね。だから4番が2番1番で2番の発言も変だし、白崎1番も変な発言をしているの。だからこそ2番1番はありそうだって言ってる4番思考に直近で殴って、3番だけが1番を汲み取ってるから理解できるってならんから、だから5番が変だって言ってるの。で、8番の方が真に見えるってならんから、8番の話で。1番さんはどん進行出ればいいのかな。で、6番評価してるんですよね、8番さんって。これで8番がいけないのはずがないし。7番さんが発言します。まあ、6番と8番は女性の戦いをちょっとやっといてほしいと思ったんですけど、8番って自身で霊能って出た時に、あの発言の中でね、狩り出てほしいんだけど何してんのって4番は、あ、4番じゃない、8番は言ってたわけ。また1人しか霊能出てなく、また9番の発言もあるにもかかわらず、8番自身がなんで狩りてるっていう提供できるのかなって俺自身は思って、不可解だったのかなっていうのが一つで、どう考えてて4番って透けてたからさ、俺あんまりね触れたくなかったんだけど、4番騎士もろ出てたからさ、正直言ってそう、2、1があるんじゃないのかっていう癒着がみたいな、そういう発言できるって俺多分まあ仮かなと思って4番に対して思ってました。で、占い師がすっげえ困るんよね、これ。俺が仮に1番占って白が出たら多分村混乱すると思うんよ。黒が出ればいいんだけど、一番が黒で、黒が出るっていう確率がちょっとね、俺の中ではちょっと低いかなって思ってるよね。うん、だから別に、だから一番占うのはちょっと怖いな。なんか俺の新占い師の、あの心象は下げ、自分自ら下げるような感じがするから、まあ3号のどっちかに占いを飛ばそうかなとは思ってはいるけど、ちょっと9番さんの提案っていうか、意見を聞きたいですね。まあ、今日8か6、おのおの好きなところ入れればいいんじゃないですか。8番さんが発言します。はい、お願いします。そうね、今ちょっとびっくりしちゃったんだけど、私1番が全く精査をしていなかったから、なんか全然一番釣りでもいいかなと思っちゃってて、狩り出てるからね。で、7が偽の時って1って黒打ちやすいじゃん。で、2が真の時ってね。けど7番が1占わずに3か5っていう発言が、おー、なるほどねと思った。ちょっと真っぽいなっていう感じがした。で、ちょっと6番がどれで出てるかわからないんだけど、まあ6番が狼の時ってちょっと5番はないかなと思っていて、5番ってあの8に行くって言ってるんですよ。
って、そこを不当に捏造している5、6は絶対ないから、まあ、6番が狼の時は他の位置にいるかなっていう感じ。で、7番さんに言うんだけど、私この位置だからラン指定するけど、2周目、騎士はさっさと出てねっていう話をしてたのね。一角すると思っていたし、2-1 場面ってグレーズリーになるから、騎士はさっさと出て、そこは省きたいって思っていたから、その話をしていました。なので、2周目の話ですね。まあ、ちょっと1の話聞いて、まあ、6、2世っていうのは分かってるんだけど、1行った方がいいかなと思ったけど、まあ、7番さんの発言聞いて、普通に6番行ってほしいなっていうふうに思いましたね。あなたの発言です。はい、まあ、1の人って何、その1周目のあれの話ずっとしてたの。6と8どっちするとかじゃなくて、役出ない方がいいっていうことなのに、5番が言った通りに本当に役で出ないってことなの。そりゃわかんないわね。うん。普通に、無理やり出ないとかって意味じゃなくて、騎士とかは無理やり出ない、釣り地長なかったら出ないとかって意味じゃないの。5番が取った組み取りが正しいの。いや、いろいろわかんなくなってきてるね、一の人って。はい。6、8、どっちか言えばいいんじゃないですか。まあ、ね、6番がの潜伏に4番違和感持ってたら、8番も7番が言う、騎士出して、まあ一応言ってましたけど、理由は。その位置だからランテージすればいいんじゃない。そこに含まれてたら4番は出るでしょ。3、例えば3、4とか4、5とか言われたら。っていうだけだと思うけどね。うん。出たら出たで、釣り位置で上げて、ランテージして、出たら次のラン、要はランをね、2つ考えとけばいいんだよ。うん。一つの欄に騎士が含まれてました。じゃあ次の欄すればいいんだよ。うん。騎士を出す出さないの前に別に、欄の中に騎士がいなかったらいいだけの話だとは思うけど。わからんですね。まあさすがに6号では見えないっていうのはさすがにその通りだと思いますけどもね。はい。7人色がいたら別に5番あるかもしれないし、3番あるかもしれないし。はい。まあ、はい。まあとりあえず、最悪例を釣り切って、言ってる間に27の占い結果聞いた方がいいと思います。はい。あ、占い1は好きなところでいいじゃないですか。はい。自由に占って、はい、その結果聞きます。はい。投票してください。アバターをタップして選択できます。あ、釣り行った方がいいよ。ね。連名はあったけどさ、だからさ、なんかさっきの試合もそうだけどさ、騎士が出ろって不用意なんだよな、もう。村の人が言うような、そこをちゃんと徹底して、投票を終了しました。ダメよ。追放されるのは、8番3です。8番3が発言します。あ。あ、確か、6番、7、8ね。あ、7番さん言ってくれたのね。ありがとう。ちょっと仕事できなくて申し訳ないわ。6番の色次第でさ、7-2 がどういう風に出てるかっていうのが見えたんだけど、申し訳ないですね。知ればいいんじゃない？けど、とりあえず、ちょっとね、さっきごめん言えなかったんだけど、5番さんがね、6番にあんだけ叩かれていて、でも私に行くっていうのが、そこはちょっと気になったかな。だから、6強で5番がローっていうのもあるし、まあ、6番黒で5番何者って感じもあるかな。うん。いやー残念、色見たかった。なんか6ローの世界線でしか言わないから、なんか6番の強靭もあんのに、夜になりました。そのままお待ちください。6強靭世界、72ローの世界も別にあんじゃん。わかんけど、狼の誘惑はやめたっていうか、やれないってやつですかね。人がいないんじゃないですか、狼の誘惑って。
やめたっていうか別にアンインストールはしてないですけど、そのままお待ちください。インストールしても部屋がないんじゃない？誘惑、6人部屋も組めないかもしれない、誘惑って多分。わかんない今の状況。こっちに人が流れてますよ。昨夜襲撃されたのは4番さんです。5番さんが発言します。あ、7番さん偽なんすね。はい、じゃあまあ73かな。うん、まあ多分73かな。別になんか昨日8番が言ってた、なんか8番に俺行くってまず言ってなくて、まあ68に関してはもう続き進行絶対。別に6番から新要素もまあないと思ってるから、あのまず俺1周目に21ないってはっきり言ってないから、に1周目段階で21が見えなさそう、あのそこまで見えなかったって言ったのね。まあそこに関しては6番さん俺は聞き間違えてると思ってるから。で、73だと思う理由、まあ3番昨日言ったけど、まあ2周目段階で9番に視点向く感じっていうのと、まあ3番から2番に対してめちゃくちゃなんか、こうしたらいいんじゃないかって提唱してるんですよ。3番って、まあ若干、まあ1周目は俺なんか1、2番の神経だと思ったけど、まあ2周目もずっと2番に対してずっと提唱してるってことなんで、まあ3番さん2番の色が見えてるんじゃないですかね。はい。っていう感じで、まあ昨日の段階でも、まあ、3番は見てましたね。はい。で、まあ2番が急所ってことで。まあさすがに、76とかはないよね。まあ、まああるか。76はあるけど。あ、それか、あれか。7番。7番、狂人63とか。まあでも、な。6番さんが発言します。6番のシーン決め寄ってくんない？ 8 番があの状況で2番1番ないって言いながらも、じゃあ1番の色見ますか、1番釣りましょうやなんてならんから。あんなの霊能の発言じゃないことぐらいわかるでしょ。そして、5番が6番釣ってくれるから、5番は8番投票するなんて言ってない。6番の方が偽って言ってますから。だから明らかに8番が5番、6番の発言で5、6はない話で、揺るぎなく5番が6番投票してほしいんでしょ。で、6番が真意近くした場合って5番釣るからでしょ。8番は5番助けたいでしかないわ。で、別に進路路はあり得ると思うよ。あの状況で変な1番に白打ってって。でも8番の色は白でした。で、2番の発言はやっぱり対抗軸とかの話をしてる発言でしょ。で、7番の変な要素って2番、1番はありそうだけど、それでも一番占いで白出たときは困るな。だから3番、5番に色結果を落とそうかなってなるわけでしょ。で、2番、5番だったらおそらく、5番は3番に黒塗りをしてるところでは9評価してるから。だから多分3番黒結果を落として7、3で2番、5番のときは戦うと思うよ。じゃない？から、7、3はあると思うよ。7、3か2番、5番択でしょ。でも7番さんって2番5番っていう方向性って一切追ってなくて、むしろ5番の言ってることを理解できるし、4番が仮を取って理解できるから、俺言う何も言わなかったって言ったときに、やっぱ6番のこと評価できるよ、7番。7番さんが発言します。5番黒でした。5番が提唱する7、3ローローって一番ありえないんだよね。あなた目線3番が黒って言うならば、3番は2番に対して訂正を加えてるわけよ。いや、こういう理由だからこうなんだよって。それは人外でいいや。7、3でやってたらだいぶ3番、美的行為なことをしてるからさ。だって3番が仮に狼で2番が真だった場合の世界線なのと、3番が透けてるんよね、2番の真が。だからそんな真の人に提唱する？そんなリスキーなこと3番はしないでしょ。で、5番に思って、俺5番占って5番黒でした。で、6、7あるんじゃないのかなって5番言ってたんだけど、6、7が一番なくて、
2番が出て、7番出て、8番出て、で、その後に4と6が出てるわけ。6、7ローローだったら6番って絶対出ないんよ。出たら危ないんよね。進路、進路を追わないといけない場面になるから。だそれで、その時点で5番はすっげえ、視点破綻してるかなって思ってます。はい。で、1番占うと、俺の心象が下がってしまうっていうのは、まあ、昨日言った通りなんだけど、俺は1番が、もし、2、1だった場合、俺は1番に黒打ちやすい、俺が2世だったら黒打ちやすい盤面になるわけ。で、そうすると、まだ村にいる人たち、いや、真偽わかんないなってなるから、それだったらじゃあ3号占いますって言って、まだ3番よりも5番の方が色が見にくいかな、村目線、5番の色を落としてほしいって思って、俺が村だったらそう思うから、5番に打って、黄金に黒が出ます。あなたの発言です。はい、こっちの人がどっちなんだろうね。8番手の位置になったら騎士が出ろとか言わない方がいいと思うよ。あと1番はもうどっちだったんだろうね。5番が言ってる通りにずっと出ないってこと言ってたの。本当に役が出ないとか、白でよかったね。なんであと放棄したの。ちゃんと決めないといけないと思いますよ。てか、1の人は普通にやったら、釣り位置上がったら出ればいいだけで。4番も一応6の出方があれだったから、出たってことだけど、まあ、釣り位置上がったら出ればいいんじゃない。例の2、乱指定されたとか、2、1番目で乱指定されたって言ったらパッと出ればいいんじゃない。ゲーム村とって思うけど、役って。占いとか霊能も全部潜伏ってこと。いや、まあもういいんだけどさ、もうその話はもう。要するに、6行くか5行くかって話だけどね。一応、参考にはしないけど、1番3番、参考にはしないけど、話は聞いとくけど。はい。まあ一応、ゲームしてほしいなと思ってますね、1番の人。いる？言えばいいけど、待って、1、2、3、4、5、6、7。いないとやばいね。まあ、とりあえず、普通にやったら1番の人に言うけど、どういう意図かわかんないけど、前日潜伏するの、役が。全役。ゲームになんないって。はい。一応、7の意見聞いたら、2番の意見は聞いています。ってことは、7進だったら、2、5、6の2路構成で、2進だったら、嗅覚白になるから、3、6、7の2路構成？1番、3が発言します。はい。まあ、正直、待ってください、そんな話をって思うんだけど、クワンさん黒要素ないと思うんですよね。なんか人類要素全くないから、だから心境場面だと思ってるので、今日は占い師を強いんじゃないかなと思うんですけれども。寝ぼけてる？登録置いといて。さんが5黒で、庭さんが9白、清さん白、あ、そうか。5番さん人狼なんじゃないかなって、消去法的に考えたら、なんか、普通に丸いかなって思うんです。5番さん行って、で、占い師、27なのか、57なのかっていう盤面かなって思ってます。2番さんが発言します。いや、まあ、1番さん白って分かってるからいいんだけど、ちょっとなんか考えておいちゃった。9番さん占ったもんって、7番さんがその最終的に9番さんに託したんよね。どこ入れるかとかで、霊能でやるんでしょとかっていうことを、その7番さんが新世界の時って9番さんが強人で白の場合もあるんじゃない。そうなった時にその託せるっていうのが分かんなかったから、7級でやってる可能性とかも見て、9番さん隠しろ作っときたかった。でもそうしたことによって、
7番さんが5番さんを7号でやってて差し出した場面、5番さんがね、なんか釣れる、釣ろう、5番さんが一番怪しいぜ、村に今なってるから、それでちょっと5番さん差し出して、うん、76はないのかなって言ったら、6番さんは死んで見てるんだよね。うん、ってことは7さん。5番さんを黒で出してるんだから、占いし、ローラーはしない。5番さん鶴が一番、あれなんかな。7が黒言うてるんやから別に出してもいいのか。今日は5番さん釣りにして、7黒の3、3占えばいいって感じか。OK です。5番さん釣りでいいのかな。3番さんが発言します。今日行くのは6番、8番のローラーですね。別に8番から釣ったからと言って、6番さんに新要素があるかどうかで言えばわからないし、だから6、8ローラーしちゃえばいいんですよ。で、5番さんは7、3を追ってるんですけど、まあ、正直、なんか7番、2番の精査ってもうなんか3番占いで、なんか僕目線分かる話なので、なんか初日で7番、2番にそれぞれ思うことはあるんですけど、まあ、7番が5番さんを黒って出した以上、7番目線3番白なんですよね。で、6、8に人外がいる、7、2に人外がいるっていう状況なんで、7番目線は5番黒で集結してる話なんですよ。なんで、2番さんには3番占ってください。3番の色結果で7番、2番の僕の精査、あの審議がつくんで、それでお願いします。はい。3番占いは OK なんですけど、するのは6番です。なんで5番さんもそんな焦らずに、6、8釣ってる間に7、2、まあ、5目線は黒打たれたから7番が偽。じゃあ7番が偽だった時に3番相方か、それとも8番が死んで6、3のローローかっていう目線を落とすのは結構まあ、スマートだなとは思ってるんですけれども、僕目線は正直7、2の精査ついてないので、はい。だまあ、ついてないというか、まあ、つける必要もないと思ってて、うん。6番釣ってる間に2番が3番売らない場合、3番目線は分かる話なんで。はい。なんで6番、まあ、6死んだったらごめんね。俺は8番偽と思って釣ってはいるけど、まあ、この盤面になった以上、占われたら分かるんで、僕目。ちょっと6番さんと経費で取らせてください。投票してください。アバターをタップして選択できます。なんか1番が、もろもろ強人っぽいけど、面白いから5番して終わろう。早く次のゲーム行こう。一番強靭っぽいけど、なんかもう次のゲーム、一応試合数多めにしよう。六進にかけてみたいにところがあるんだけど、一番が強靭っぽいんだよな、唯一のネックなのは。投票を終了しました。あ、五番黒とは俺も思えないけど。追放されるのは、六番さんです。一番って強靭っぽいムーブ出してるけど、言ってないから、六進世界があるのよ。さんが発言します。八の発言ってなたらなんか、六神世界があるの。7番さんもねこれ。9番がこの時って、6番か5番で6番まで釣ればいいっていう思考を借りた上でやったでしょ、3番。で、2番5番だった時って、3が9番黒っていうところで、9番がおかしいんじゃないって言ってた時って、2番死んだって、2番5番かもやってた。仕事してねえし。様の人気にするよ。でもその思考がなく釣り切る瞬間だったなって。5番いけんだろ、強人だったら。で、だから7番、3番か2番、5番なんけど、5番の発言ってどちらかというと、2番、1番で、釣られたくない2番、5番であんまり言えんのな。7、3だったら5番。8番、狼の時には5番、狼があるよ。5番を助けようと必死にしてるからね。で、だから私はね、結論2番、真の7番、3番、狼だと思うよ。8番の仮出し進行で8番、7番って8番が強靭だって気づいたんでしょ。ところどころが昨日の話なんだろうけど、夜になりました。今日の2週目の話になってるんだけど、そこをちょっとね、細かく言わないとね、8白じゃねえかって突っ込まれるんだよね。多分初日に8番を
初日に8番は黒だと思っていたんだけど、結果見て白だったんだけど、って話だと思うんだけど、7-3 で見てる。7-3 で見てる。3番の中で1番の話聞いてみたら、6ローにも見えなくもねえじゃん。1番強靭に見えなくもねえんだわ。そのままお待ちください。まあいいよ、これ。何のためにやってるんだよ。だってさ、新郎新郎で見えてんだったらさ、5番なんか大トレ釣れるのになんで放棄してるの？1番酔っ払ってんの、これ。3番の方が強靭と思う、実は。昨夜襲撃されたのは9番さんです。だって1番いても、1番いても機能しないのし、投票しねえで投票狙えるもんね。1番さんが発言します。めまいするよ、ほんと俺。はい、お願いします。まあ、最後の戦い。7番さんが、ニクロで、2番さんが。真の可能性莫大じゃねえよ。違うの、俺の視点は。おかしくなったか。ニクロでもいいから、色見たらいいのに。うん。これ、簡単じゃないですかね。ただ、まあ、発言、3番5番の発言聞いて精査したらいいと思うんですけれども、一瞬目待って、勘違いしたわ。6番、そうだ、俺勘違いしてた。あれじゃないですかね、5番さん、村人陣営なんじゃないですかね。そうなると、さんまさん自分の声かなと思っちゃいます。なんで俺が変われてんの。自分の可能性も5番さんあるかなと思ってます。でも結局、6釣りがまずかったんじゃねえの、3番に言うとこれ。うん、ああ、そんな感じですね。新郎が2枚いる状況なので、囲ってなかったっていうことになりますね。うん。ああ、いや、まあでもね、そうなってくるとね。ああ。どうなんやろなぁ。あ、5番さん行くわ。うん、5番さんが、5番さんかな。2番さんが発言します。ちょっと1番さんしっかりして、ほんと、白持ってんだからさ。3番さんが黒だった。まあ、占ってもらったら自分目線わかるって言ってたのが、多分これで25で見せたかった37、うん、ってことか。36もあり得る。7が強靭の36もあり得る。35で行くのか27で行くのかって言ったところなんだけど、1番さんにかかってんだよね、これね。1番さん、ちゃんとしっかり考えてほしいんだけど、7番さんが9番さんに託したところが俺は怪しいなと思ったから、9番さんを占いましたって言ってるんだよね。7-3でしょ、これ。うん。なんて言ったらいいのかな。一番さんにしっかりと、どっちがいいんだろうな。35で取るか。27で取るか。占い師で取ってもらったらいいんじゃない？もう、わかりやすく。27どっちが本物の占い師か、狼か、って言ったところを見てほしいかな、一番さんには。一番さん目線25か37しかないんだよね。しっかり考えて。27でいってほしい。3番さんが発言します。まあ、僕、黒打たれたんで、やっと分かったんですけど、僕の目線って、昨日思考を隠したんですけど、7番さんが、初日の段階で1番が2番に
まあ、2番を死んだと言って投票放棄もしてるし、2番さん死んだって言ってる状況で7番が1番に向けない構図って俺めちゃくちゃ臭いなと思ってたんですよね。で8番がそれを1番に向けない目線を持たない構図で7番さん死んっぽいって言ってたんですけど、俺は逆で7から1番が強靭で3号売らないって言ってるんだったらまだ分かったんですけど、そこがなんか抜けてるから7番偽なんかなとか思ってたんで、2番さん3番さん黒結果打ったことによって俺の審議が間違ってたんだなって分かったんで、あの2番さん白だった方が良かったと思いますよ。3番その方が3番の票は変えたと思います。プレミですね。で2番の発言の中で37かなとか言ってるけど、2番3番占って黒出させてるんだったら、占い能力あるんだったらもう確定なんじゃないですかっていう話ね。それだけですね。まあ俺昨日の段階で占いの審議はおのおの拾ってるところはあるけど、占われたら分かる話だからって。で7番が5番黒結果出してる以上3番白になってるから、7番目線って2番が3番占えばいいだよまで言ってる人物であって、それで3番黒追ってるんですかって話なんですよね。マジで俺占い俺白の方が良かったと思いますよ、勝つんだったら。それで 7-2 の精査っていう最終場面の方が2番さん勝てたんじゃないですかね。まあ、僕目線は7番が5番に黒を打ってる、2番が僕に、まあ、黒を打ってるって。7番死に2番偽なんですけどね、5番入れます。5番さんが発言します。はい、まあ、1番さんに言うんですけど、今日に関しては、番号欄で、まあ、どっちかに入れてください。まあ、俺視点は、まあ、6三狼7強人か7三狼、まあ、6八人どっちか、まあ、強人かなっていう感じなんだけど、まあ、まあ、3番釣ってくれれば勝てるんだけど、まあ、3番釣って7番引き切ればもう終わりなんだけど、まあ7三なんかな。6、3も全然あると思ってるけど、6番の昨日遺言の代わりよって、なんかめちゃくちゃ強靭っぽかったんですよ。6番って7番言ってるから。6番ってそれまでめちゃくちゃ俺のこと叩いてきてたんで、急に7番にめちゃくちゃ視点向けてきたから、6、3、まあでも、まあ、それだったら6、3だか。まあ、3番から行った方がまあ早く終わるから。まあ、6、3だったときとか。うん。3番の、まあ、まあ確かに6、3だったら3番が2番のことをむちゃくちゃ、その、まあこうしたらいいですよって提唱するのって全然あると思うから、まあ占い心境の6、3の方が怖いんじゃないですかね。はい。まあ一番さんは、そのさん言ってくれればいいですけど。まあなんか一番さん俺のこと行くとか言ってたけど。まあ、ちゃんとまあ考えて、まあ投票し、一番さん、あ、以上。7番さんが発言します。いや、昨日も言ったけどさ、三六ロードって一番ありえない場面なんだよ。やれる時はやれるけど。だから言ったじゃん。こんなモードの時もあるけど。2番が出て、7番が出て、8番が出てるわけ、1周目。1日目の1周目、役職が。で、2周目の1番のとこになって、4番と6番が、騎士と霊能が出るわけ。36ローローだったら、霊能絶対出ないけどな。だいぶ危ないことじゃん。もう釣れれる前提で、もう大きさで、別に6番ってそんな釣り位置っていうか、まだ2周目の発言にもあるにもかかわらず、霊能出る必要がないんだよ。人外で出るんだったら、なおさら出る必要がないと思ってたから。36なんて絶対ありえない盤面です。1番さん、理解してください。で、2番目線、あ、3番が言った通り、3番に白打ったら、俺負けてたんよ、正直。でも、だから2番が、2番が3番に白を出せば、2番が、6、7ローローで追ってるんよ。その視点やったら分かるけど、2番が単純に3番に黒出したから俺もありがてえなって正直思った。だから1番なんて占い1ではない。発言上、発言もそんなにしてなかったから1って
占いところから危ないなと思ったから、俺は3号って提案したよね、3番に。だからそこはちょっと理解してほしかったかなっていう部分なんだけど。ね、もうこれ以上言う必要ないんだけど、仮に、7か3、仮に7か3釣ったらもうこのゲーム終わりだから、いい2番面だから。5行けばいいです。投票を行っています。そのままお待ちください。投票を終了しました。まあ、一番次第、放棄する。追放されるのは、5番3です。そうだったんだろうね、これね、答えはね。5番3が発言します。いやー、きつかったか。2番5-2か。3が実施しました。7-3って見えづらくてね。試合終了、勝利しました。あ、じゃあ、